今の世の中で農業が崩壊しつつあるので、うん、行政はそれをなんとか食い止めたい。食い止めたいから人を集めたい。人を集めるための研修なり、その、マッチングなりをし始めてると。うん、で、っていうことは反対の立場に立つと、勉強しやすいし、農業をしやすい環境に、ね、うん、なってきてると、うん。しかも、がっつり収納しなくていいと。うん、いう形なのよ。はい。で、要は中途半端に収納できるようになってきてるのよ。はいはいはい。中途半端 X よ。こんにちは。お、こんにちは。岩崎です。どうも。テレレレレレレレ。テレレ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 レ。反応反 X。私失敗しないので、はい、固まらないでファン、はい、何と思って、いや今日は反応反 X の話、ああテーマがね、そうそう、はい、だから反応反 X、 あはい、私失敗しないので、ね、はい、あのみんなほらこれはダメみたいな、サムネイルあるやん、するするする、うちは反応反 X でこれ今日は、はい、ちゃんと取っといて、これサムネイルにするから、はいはい、反応反 X。 はい、座ってください。はい、座ります。はい、はい、まあちょっと前の時にね、うん、農業やめとけという動画を上げたんですが、お前でそれとは全く逆の矛盾してるし、そう、農業おすすめ反応反 X というやりましょう、はい、動画を上げようかな、はい、いや農業やめとけの動画はがっつり農業をやめときましょうって話、がっつりね、うん、はい、個人でのがっつり農業、一本でね、うん、個人でがっつり農業はねしんどいよ、はい、うん、でね、まあ新規収納がねうまくいかない理由も大体そこにあるんで、はい、そうじゃなくて、うん、反応反 X、 はいはい、はい、いや反応反 X というね、うん、農業の仕方がいいんじゃないかと思いまして、うん、はい、まずそれは有名な言葉なの、トマ太郎さんがよく言ってるよ。うん、そう、トマ太郎さんが言ってるので初めて知ったって、そう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 、まあ反応反 X と兼業農家と何がちゃうねん、ちゃうねんっていう、うんうん、かっこよく打っただけ、いやでもね兼業農家っていうと、うん、なんちゅうかな、もともと土地が農家として土地があって、あ、これ虫入っとんな、あ、そう、うん、虫が入ってた土地あ、これあかん、ほら、はい、虫だらけ、ぽいです、これダメだね、はい、ぽいです、はい、でこれね、だからもともと土地があって、はい、でサラリーマンお父さんが行ってみたいな、うん、うん、農家がサラリーマン行って、サラリーマンの収入とお米作ってる収入と2つあるよみたいな。ああ、痛いよ。痛いよ。今が痛かったよ。うん、はい。それが兼業農家って感じやん。はい。はい、そうじゃなくて、なんか、もっとかっこいい感じだね。反応反 X。はい。うん。プロジェクト X みたいな感じ。そうそうそう。反応反 X。で、うん、はい。次進んで。はい。ね。まあ、だからね、なんでこんなことを言うたかっていうと、はい、なんかね、行政組織的にも、うん、ちょっとそういう動きになってんじゃないかなと思って。ん？そういう動きっていうのは、反応反 X でもいいよみたいな。進めよう。うん。進めようっていうよりも、まあ、なんていうかな、がっつり農業で、新規就農者を入れようという感じでは動いてみたけど、うんうん、はい、実際そういう人も少ないし、そうね。っていうかまあ、そういう、新規就農相談は、コロナになってから増えてるみたいなんよ。やっぱ増えてんの？うん、行政組織的には増えてるみたいなんやけど、ただ実際やらしてみてもうまいこといかへんのよ。まあそりゃそうだ。そりゃそうやよな、経験もないし知識もないし、お金もない新規就農者ばっかり集めてもさ、うん、そんなうまいこといく人ってそりゃ数少ないのよ。そりゃそうだ。うん。かといってさ、ほんまは株式会社とかね、企業体を入れればいいんやけど、それは嫌なのよ。嫌なの？うん、やっぱりその地域社会が乱されるのが嫌なのよ。ああ、そう、うん。本音で言うとね。はい。うん。だから、それもいまいち進んでないんやけど、はい、じゃあ何をしてるかっていうと、うん、まあどんな形でもいいから、うん、農業にとりあえず携わってくださいよと、やってみそう、そう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 、いう動きになってんのね、はい、うん、それは何かっていうと、例えばね、まあ就農相談窓口を結構いろんなところがちゃんと突き出して、はいはいはい、うん、でその窓口に対しての相談も増えてきてるし、うん、で、そうなった時の研修ね、はい、農業塾的な研修、おー、これも各地方自治体がそれぞれに作り出そうとして、そういう窓口がだんだん増えてきてると、うん、あとはそういう研修をする農家とか
体験、ちょっとちゃんと座るわ。体験農業体験か、うん、とか、あとはあの遠農ボランティア、うん、そういうのをマッチングしようと。お、マッチングアプリ。そう、うん、アプリというか、うん、あのそうそうそう、マッチングしよう、はい、うん、あの婚活や引き合わせよう。うん、まあそんな感じよ、はい、でそういうのも行政が動き出してんのよ、うん、うん、でまあだからあの農業に興味はあるけどどうやっていいのかわからないみたいな人は今まで入り込めなかったんやけど、確かにちょっと相談するといろんなルートが出来出してるの、うんうんうん、ね、だからあの興味があってできなかった人も、相談すると何かこう手繰り寄せられて、うん、まあ私のどことかとね、こう、うん、ぶつかって、うん、でなんかきっかけが生まれるとか、うん、そういうことが起き出してるのね、うん、であとね、あのまあなぜそんな感じで行政が動き出してるかっていうと、うん、この間の動画でも言ったんやけど、うん、農業が崩壊しつつあるんです、はい、で崩壊しつつあるっていうのは何かっていうと、まあ、なんていうかな、限界集落でもう集落自体がなくなってしまうっていうのは過疎地域ね、うん、でも周辺のこの過疎じゃないまた都市周辺でも人口減少に入ってきて、うん、どっから減っていくかっていうと、うん、農村部分やな、うんうん、農村部分が減るということは荒れ出すのよ、農地とか、うんうん、荒れると獣害やとかさ、草ぼぼ、うん、いろんな問題が出てくんのよ、はい、うん、空き家で防犯とかもそんなもんな、うん、もう悪くなるし、治安も悪くなるしさ、だから行政としてはそれを食い止めたいのよ、うん、で食い止めるためにほんまやったら新規就農者、はい、ね、まあ、俺らみたいに純農家とかいう初めのね、うんうんうん、ちょっと小規模で、入れるという仕組みも大阪はね、もうだいぶ前から始めてるけど。今あるの？うん？まだあると思う。まだある？ただ、そうは言っても、うん、食い止められない。それじゃあ。もうどん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 ボッコンボッコン空いてくる、はい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 。そうなった時に、もっと規模ちっちゃくして、ハノハン X の人でもいいという流れになりつつあるような気がする。はいはいはい、はい、うん。なので、まあ、まだ完全にそうなってるとは言えないけど、うん、その準備をしたら、何かの表紙でヒュッと入り込めると思う。農業やりたい人は。農業に興味ある人はね。うん、そうそうそう、そう、うん。で、要は、その、今の世の中で農業が崩壊しつつあるので、うん、行政はそれを何とか食い止めたい。食い止めたい。食い止めたいから人を集めたい。人を集めるための研修なり、その、マッチングなりをし始めてると。うん、で、っていうことは反対の立場に立つと、勉強しやすいし、農業をしやすい環境に、うん、なってきてると、うん、しかもがっつり収納しなくていいという形なのよ、うん、はい、で、あの要は中途半端に収納できるようになってきてるのよはいはい、はい、中途半端 X よもういいよしつこい、はい、でだからね、あの家庭菜園でやってる人でも、うん、大規模家庭菜園ぐらいまでいけるようになる、はい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 、だから例えばさ、家庭菜園でまああの駐車場サイズぐらいのとこやってたとするやん、はいはいはい、車1台分とか、うん、でもうちょっと広げたいなと、うん、なら100坪ぐらいとか、お500坪は お広いかな、うん、まあでもね、ほんまの農家として認められるのは3単以上の、はい、900坪以上か、うんうん、でなってくるから、それよりは小さいサイズで多分収納ができるようになる、はい、なぜならば地主さんもね、もう、とりあえず借りてくれて、草早く再現してくれたらって、もう一回荒れてしもったら、また元戻すのは大変やからね。うん、だから、もうとりあえずやってほしいみたいな、うん、もうタダでええから、みたいなのがどんどん増えてるし、だから、中途半端に収納できやすくなって、しかも、このコロナでね、うんうん、農業は多分見直されてるんだと思うのよ。そうか。うん。その興味ある人って多いの？多いっていうか、いやだって家庭菜園はめっちゃみんなやるんやで、ああそうだね、うん、うん、で家庭菜園はめっちゃやるけど農業ってなるとがっつりすぎてしんどいから嫌なのよ、うんうん、そういうことやんか、うん、だから中途半端ちゃうわ、ね、反応反 X や、はい、中途半端 X ちゃうねあそっか、だから貸し農園も人気だもんね、そうそうそういうことそういうこと、町多いんでしょ、うんうん、でだからまあそういう下条件がね、うん、整ってきつつあるのよ、だんだん反応反 X するための、はい、うん、で次に、実際にじゃあ反応反 X をするにはどんな条件があったらいいのかっていうのをね、うん、考えると、まあ、反応反 X やから、すでに収入源があるメインでね、メインで、
ただまあ残業が減ってきたとかさ、うんうん、正社員でもね、うん、下手したら週休3日とか、そういう時代の流れになってきてん、まあ、週休3日だもんね、うん、だからもう一つ何かできるとなった時に、うん、土いじり的な植物育てることが好きな人っていうのは、うん、まあ一定数おるので、そういう方はおすすめかなと、うんうん、いうことかな。まあ何しかさ、このもう一個収入源がちゃんとあって収納するというのが一番大事なの、ね、うん、はい、新規収納がダメな理由は、うん、もう一個の収入源じゃなくて全ての収入源を農業に求めるから、ね、うちも初めはそうやったんや、うん、ところが八百屋の部分と二つに割っていったわけよ、うん、ね、だから うちもある意味反応反 X、 八百屋さんと農業、うん、そうそう、反応反 X や、 X が八百屋さんってことね、うん、で今もう一つ反応反 Y まで、うん、反応反 XYZ ぐらいまであったらほら楽しいね、いろんなことできるからな、ね、はいはい、うん、だから反応、何や、何笑ってんねん、なんか面白いなそう、ありがとう、はい、何いや、だからな、反応反 X でやった方ががっつり農業に新規収納するよりも成功確率が高いの。確かに、うん、うん。だから失敗する新規収納者ばっかり集めるくらいなら、うん、成功する反応反 X のコーラを集めた方がそりゃいいよ、いいのよね、農業バカばっかりにならずに、うん、いろんな、なんちゅうの、業種、うん、業種の人たちが農業をやるのは面白いやんか、うん、いいよね、うん、なら農村の活性化にもなるしね、確かに、うん、そのメインを蹴ってまで農業をがっつりやったらあかんよ、うん、ね、そうなの、前の動画、まあまあ収納してから反 X をやる場合でもいいよ、うん、俺は小説家になりたいから小説家を目指して一生懸命書くんやけども農業で生活の足しにするんだって、まあそのパターンもいいと思うよ。例えが小説家か、あかんのじゃあ何かがいい、何か、うん、勉強家か、うん、はい、節約家か、うん、いや小説家じゃなくてもさ、うん、ね、まあ、YouTuber でもいいよ、そう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 、はい、いや なんかや、ね、収入源が、あ、な、何しかな、うん、そうよ、そう、はい、収入源は何個あってもええのよ、そりゃそうだ、ね、一つに まとめるからおかしなんだよ、はい、ということでその複数の収入源の一つに農業を選ぶという形に、うん、なればいいのね、はい、で、まあ、それで農業をやると、うん、必然的にアホみたいにこの一丁部屋とかさ、うん、そんなもう二丁部屋とかそういう広い面積はできないわけよ、うんうんうん、だから小さい面積の農業になるから、うん、きめ細かい栽培ができるのよ、うん、そうなった時にね、俺らは有機栽培なんてって言うよ、うんうん、ね、自然農なんてって言うよ、うん、ただそれはがっつり農業で行くからそれは飯食えないから無理やで、うんうん、ところが反応反 X のここがね、反応の部分が有機栽培できめ細かくてきっちりやったものを作ってるってなったら俺それできると思う、ね、できると思う、うんうん、な、変な話さ、うん、その辺の家庭菜園のおっさんの方が野菜作るの上手で無農薬でやってる人いっぱいおんねん、確かに、うん、もうな、もうあの何、定年してからやることないからそればっかりちっちゃい畑で必死にやってるからさ、うん、めっちゃええ野菜をきれいにできる、全く農薬使うの作ってる人っていっぱいおんのよ、うんうん、それをちょっと規模で、ね、広げればええだけの話でさ、うん、でそういう、だから今度はな、それをするとな、販売ルートの問題で俺らはがっつり農業やからあの有機栽培で作ったもんそんな高く売れへんでって、それはそういうとこ持っていくからな、うんうん、違うね、きめ細かく少量でええもん作ったら高く売れる場所もあんねん、案外、うん、それの需要もあるもんね、あんねんあんねん、うん、自然農で作ったやつ、この白菜なんか例えばな、うん、これ100円やんかな、うん、でもこれ自然農で作ったからこれな、うん、うちは何にも全く肥料も農薬も何も使わずに作ったんです、1個500円ですって買う人おんねん、おるか、うん、メルカリでも、メルカリは分からへんな、うん、まあ、どういう場所へ持っていくかは そこはまあ考えなきゃいけないけどな、うんうんうん、でもあんねん、それマルシェとか持っていったら、うん、案外買う人は買う、うん、うん、もう値段、俺ら野菜はさ値段勝負で売らなあかんって思ってるけど、うん、その逆目もあるね、逆張りも、なるほどね、だそういう意味ではね、高く売れる可能性があるよ ね、 ね、うん、だから少ない量で高く売れるや、あの農業ができると思う、いいね、うん、あとね、まあそういう高く売る方法じゃなくても、まあ普通に農薬作って作ったとしても野菜ってね、基本的にどこでも売れんねん、うん、駅前へこうベニヤ板持っていって野菜並べてやったら買う人おんねん、確かにな、うん、あのちょっとあのカフェとかね、カフェやってて、ね、まあ、雑貨屋さんでもいいよ、うん、自分でお店やってて、その反 X
の反応の方、うん、半 X が雑貨屋さん、もしくはカフェ、うん、ね、で反応で、その作った野菜をうちは使って完全な料理を作ってますとか、うん、もしくは目の前に並べて、うん、ね、店の軒先に並べて売る、全然いいよね、うん、OK、絶対いいよね、売れるよ、うん、店やってる人ほどいいよね、うん、うん、あ、この、これ、この、あれやんか、この地主さんから仕入れてる白菜やけどさ、はい、この人だって反応半 X やん、あ、そうだね、夜バーやってるわ、そう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 、で、昼間農業や、農業やってる、うん、夜のバーはコロナで今またオミクロンでえらい目にいやなって客が減ってると言ってたけど、はい、まあそのね、それだけやったらあれやけど、農業でさ、うん、まあ、小遣い程度しか稼げてないかもしれんけど、うん、小遣いには多いぐらいの収入はあると思うよ、うん、だってこんだけ白菜いっぱいあるもん、ね、そう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 、だからそういう、うん、何かほら飲食店だけやったらしんどいけども、まあ、うん、反応でやってればね、うん、いいよね、いいと思うよ、はい、うん、まあだからどこでも野菜って売れるのよね、うん、うん、とまあまあダラ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 と、はい、反応反 X についてね、はい、うん、語ってきたけど、はい、新旧親友のをがっつりするよりも反応反 X の方が失敗しないので、はい、私失敗しないので言うていいのいやいいやろ別に失敗しないのでぐらい日本語やないから、そっか、あの、いたしませんよね、さ、例のドラマを思い出すのね、テレレレレ、音楽はダメでしょ、あ、そうか、これぐらい大丈夫や、あ、俺だって歌うまくないから何の曲か分からへんよで、あの、要はな、早い話が農業は崩壊に向かってるんやけど、はい、その崩壊に向かってる農業を逆手に取って、うん、入り込んで、うん、反応反 X を家庭菜園よりももうちょっと本格的な農業をやりながら自分の仕事もすると、うん、ね、そういう形にして、そういう人が増えると、まだ崩壊しかけてる農業を逆手にとって自分だけええ感じにしてるっていうつもりやのに、ええ感じにしてる人が増えるから農業が戻ってくるわけ、おお、いいじゃん、うん、そういう可能性あるよ、え、反応反 X やりましょう、やりましょう、みんなで、うん、みんなで、で、まあ、反応反 X の形としてはね、さっきから何個か言うてるけど、うん、どうせやったら、あの、サラリーマンと農業とかよりも、うん、あとは新規就農者の人に多い、うん、農業とアルバイト、うん、そういう形よりも、だから、まあ、さっき言ったけど、自分でお店を出しました。ええよ、学習塾でもええよ、フランチャイズの学習塾やりました。うん、な、で、その、そこに来てる子供らに、夏休み、あの、収穫体験をさせてあげるとか、ね、あとは、あの、芋掘り大会がある学習塾とか、うん、それは学習塾としては今もう過剰競争で偉いことやんか、それプラスの、何？確かにね。あの、イベントじゃないイベントで、ちょっと、うん、他とは差別化できる学習塾になるわけよ。確かに。農業やってると。うん、だから、フリーランス×フリーランスって面白いと思うよ。いいね、うん。あの、何があるかな、何でもできると思うで。ママあれやるやんか、イエイ、ブリーダー、うん、ワンちゃんのブリーダーな、うん、それをしながら農業をやるとかさ、おう、うん、もうあのどっちかっていうとブリーダーっていうのも農業やよ、おう、牧畜というかさ、まあね、うん、まあね、動物飼うのはさ、うん、馬でも牛でも農業やんか、うん、だからブリーダープラス農業とか面白いと思うよ、ね、ママやればいいのよ絶対にね、うん、もうやるつもりでおんねんけどね、はい、反応反 X ね、いろいろ面白いからぜひやるべきやと思います、ね、がっつり新規中農は おすすめしません、うん、反応反 X いいと思いますよ、はい、小説家と農業、はい、まあ今日はそういうお話 感じです、あの終始おちゃらけてましたけど、はい、これは真面目な話ですよ、はい、私は面白かったよ、ほんま反応反 X、はい、もうええっちゅう何回すんねんってということですな、はい、そうです、はい、じゃあ皆さんも、ぜひ反応反 X考えてみてください、相談に来られても私は大した答えはしませんし、お金も貸しませんけども、おすすめはします、はい、以上です、はい、それでは皆さんさようなら